新年明けましておめでとうございます。ドラゴン TK です。今年もよろしくお願いいたします。トラ年なだけあってね、肉いっぱい食べる年、竜と年ではなく竜とね変わりたいもんですよね。健康にも気をつけて常になるでしょうから、偏らせずにねサラダとかも食べないといけないんですけど、まあそういうところはさておき、今年もゲーム重要な一年にしていきたいですね。今年出るゲームにね、確定で遊ぶのが2本あるっていう、それは実に素晴らしいことです。その2本っていうのがね、一つは、今月出るポケモンレジェンズ・アルセウスですね。あとは、2月やったっけ、に出るエルデンリングですね。3月やったっけ、ちょっと覚えてないけど、まあね、そのどちらもが、オープンワールドゲームだということにね、今気づいちゃいました。これは、予想だにしない、壮大な物語の幕開けとなるんか。いかに、ですけども、今年はね、オープンワールドゲームから始まるんですけど、ラストにね、何が、待ってるんでしょうね。今から、若く止まらないですね。まあ、他にもね、まだ、仮に遊ぶ、系のゲームが2本あるんですよね。まあ、一つは、モンスターハンターライズ、サンブレイク。まあ、G 級のやつですね、ライズの。まあ、ライズはね、前年で一番やっていたゲームと言っても過言ではないと思ってるんですけど、それがね、まだ半年も先なんでね、仮にしました。まあ、やるやろうけどね、おそらく今度。もう一つはね、シュリガミっていう、エクスペリアスからね、出るホラーゲーム、出てるんじゃない出るゲーム、ホラーゲーム、ホラーアドベンチャーの、ジャルノーを持つね、ゲームになります。エクスペリアスっていうとね、NG っていうホラーゲームがね、あるんですけど、それの続編になるかな感じ的にな。なんか、多少ちょっと、見覚えになる主人公、見覚えのある主人公で登場人物ですね。が、ちょっとホームページ見たらちょろちょろ出とって、あーなるほど、なりましたね。まあ、最新かのかどうかね、わからないんですけど、気にはなってるゲームの一つになってますね。まあ、気になるというと、まあ、それは、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編とか、スター・オーシャン6とかもね、気になりすぎて夜多少眠りが浅くなっちゃうくらい気になってるんですよね。まあ、ここら辺は続報を寝て待つぐらいしかできないんで、ずっと浅い眠りの周りになっちゃいそうですけどね。けどね、まあ、それだと不健康になっちゃいますんで、気にするのをほどほどにして深い眠りについて情報や記事が出るまで安眠してもいいかもしれません。あ、それだと、作れんくなるか、こういうのもできんくなるか、という茶番をラストにして、終わらせていただきます。ではまた次回別のゲーム実況動画でお会いしましょう。アデュー、アディオス、グッバイ、サラダ。